ICAT アフリカ開発会議は、アフリカの開発をテーマとし、日本政府が主導する国際会議です。1993年以降、 ICAT はアフリカ開発におけるアフリカ諸国のオーナーシップと国際社会によるパートナーシップ、質の高い成長、人間の安全保障、官民一体となったアフリカ開発といった基本的な考え方をもとに、国際情勢やアフリカ諸国の発展状況などに応じて、アフリカのさまざまな開発課題に取り組んできました。私が日本政府の研修プログラムに参加したのは、アフリカの発展に貢献したいという思いからです。日本の企業はそれぞれの専門分野で優れた人材がいて、チームで助け合い組織を強くしていました。日本での研修経験を生かし、私の会社もそうなりたいと目指しています。事業内容を考えながら現地の人たちと試行錯誤をしていくことに強いやりがいを感じています。アフリカの食品産業の発展のため、現地の人たちとともに食品農業分野の新規事業の創出に引き続き挑戦していきます。1993年を思い出してみると、ほとんどのパートナー国がアフリカに対して抱いていた世界的認識は、貧困から抜け出せない大陸といった非常に否定的なものでした。そうした中、日本は第1回 ICAT の開催を決定したのです。アフリカと日本は支援をする国と支援される国という域を超えた関係性を築いています。そこにあるのは相互理解であり、これが信頼の根底となっています。 ICAT を通じ、この友情をもっと深めていけることを願っています。日本はアフリカの発展に向け共に歩んでいきます。